テニス芸人のバモス渡辺です。本日は大泉学園にあるタウンテニス大泉学園さんに、やってきました。本日はですね、こちらで私の武者修行ということで、テニスコーチと対戦させていただくということで、まずはこちらのヘッドコーチをお呼びしたいと思います。こちらの方です、どうぞお願いします。こんにちは。はい、自己紹介お願いします。タウンテニス大泉学園でヘッドコーチをしている中村祐樹です。よいしょ、祐樹コーチ、お願いします。で、仲良しなんですよね。一緒に映画も見に行った、まあ、映画見に行ってカレー食い行ってそうなんかで食べてね、なんかね、いろいろなんかいろいろなんか設定ありますよね。そう、あります。なんだかんだ、まあ、イベントでも会うし。そうです ですね。ここでも何度かイベントさせてもらって、はい、今日はちょっと今日はっていう前にちょっと僕、はい、あるスタテニっていう YouTube チャンネルで、まあプロデューサーに今ボコボコにされてる状態なんですよ。5連敗してますね。上げてますね。ちょっとこれはあかんなと、はい、っていうことで僕の武者修行で、はい、いろんなテニスコーチ、いろんなテニススクールさんに行って、ちょっと試合をしてちょっと強くなっていこうみたいな、はい、そんなチャンネルなんですが、ちょっとここにも凄腕のコーチがいらっしゃるということで。そうですね。今日僕と対戦していただけるって聞いたんですけど、はい、今日3本制で行きますか。3本も試合させてくれるのか。もちろん体力さえ持てば。え、3人、3人コーチ、1個キャラ、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 1個キャラ、コーチ、キャラ、コーチ、コーチ、キャラ、コーチ、はい、あ、ちょっと楽しみなチャレンジ。3本マッチということで。3本マッチ、わかりました。はい、まあ、長いので10ポイントタイブレイクでやってもらえればと、はい、かしこまりました。はい、じゃあまず早速一人目のコーチご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、うちで選手クラスを特に担当しているジュニアですね、ジュニア育成を担当している足立貴人コーチ。足立貴人コーチ、はい、はい、じゃあ足立貴人コーチ、はい、どうぞ、はい、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご紹介に預かりました、タウンテニス大泉学園の選手クラス担当の足立貴人です。よろしくお願いします。選手クラスを見てるっていうすごいですね。1本目が高田コーチ、はい、はい、ぜひぜひちょっと本気で来てください。わかりました。ちょっと僕も修行なんで、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。バモス。はいやー、ラブファイブ、バルーンファイブ、ありがとうございました。はい、というわけで私から0-10で高田コーチの勝利です。ありがとうございます。強すぎいや、なんかこういう実践的なシングルス超久しぶりなんですよ。はい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 、あんな生き生きしたボール最近
ラリーしてなくて、あの全て返せなかったです。多分公開処刑動画すいませんでした。いやでも、いやこれはあのもうマジノンフィクションっていうのが多分視聴者の皆様にも伝わったと思いますんで、はい、ちょっとアドバイス1個もらっていいですか。アドバイスですか、はい、アドバイスか。やっぱりテンポイントで戦うならサーブ力、はい、サーブ力とあとは1本でも多くコートに返せばこうなんか打つのも怖くなってくると思うんで、返球をまず何でもいいからするってところができるとなるほどいいかもしれないですね。以上ですね。今日3本以上続くラリーなかったですよね。ということで今日はちょっとまた修行してまた出直していきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。実はねあの試合前にはここのおすすめのコースレッスンにね、レッスンに実は参加させていただきまして、そのコースというのがシングルスクラスという、はい、レッスンを受けさせていただきまして、もうシングルス好きな方には必見の、もうね初めてあんなずっとはぁなるほどって言いながら、はい、ずっとシングルスのレッスンを受けさせていただきました。大人気で、結構人気で、はい、あのタウンテニスって小さなスクールなので、うんうんうん、あの基本的には地元密着で地元の方に来てもらってるんですけど、うんはい、シングルスクラスは人気で今もう月か木土日と、はい、ほぼ毎日どっかの時間帯にシングルスクラスがあって、はい、それ目当ての方は埼玉、神奈川からも車で行ったり、電車で行ったりがあるので、マジっすか。シングルだけは、まあ、他にないっていうのも、まあ、なかなかあんまりそうですよね。僕も結構あの仕事でいろんなスクールさん回らせていただくんですけども、シングルスクラスがあるって結構レアだなと思って。あんまりないですね。そうですね。しかもちゃんとこういうあの方向けの対策をしましょうみたいな、はいはいはい、そういうレッスン内容になってて、はい、うわーこういう人確かにいるわ草刀にとか思いながらやらせていただきました、はい、講師としても、もう生徒みんなに勝ってもらえるようになりたいと思って、ね、対策をね。しかもやっぱ有機コーチとか、はい、ここのテニスコーチの皆さん結構バンバン草刀出てるみたいな。みんな試合大好きなんで。ですよね、はいはい、なんで多分こういう人いるよねだとか、こういう人が勝ち上がっていってるよねとか多分詳しいから、よりそういうレッスンができるのかなっていうは、まあ、ちょっとあると思います。だってこの前も試合名古屋までしに行ってましたよね。名古屋まで行きました、はい、いやもうなんでそういうね、もうがっつりテニス大好きなコーチ陣と一緒にできるシングルスクラス、はい、よかったらぜひとも皆さんチェックよろしくお願いいたします。 お願いします。カウテリ君まさかのピン系、いいねチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バモス。